大型コンテナ船、ハンジンオタは、オレゴン州をキハンブルク港に停泊する。ハンジンビエナ関心海運は、大韓民国のソウル特別市を本拠とした、かつて世界有数の海運会社、コンテナ船運航会社であった会社。大韓航空など陸、海、空の物流企業を参加に持つ財閥関心グループの一員であったが、2016年に経営破綻し、事業は生産された。 陸運業から始まった関心グループは、1969年から、釜山港でコンテナターミナルを運営して、アメリカのシーランド社東海外の船会社の2役を行っていたが、1977年に関心、コンテナラインズを設立して自ら海運業へ参入した。1988年には、韓国のフラッグキャリアだった大韓海運行者を、 全身に持つ大干渉船と合弁して現在の関心海運となった。2008年の世界金融危機で海運業が世界的に沈滞したため、関心海運は流動性の高い資産を次々切り売りした結果、流動性危機が深刻になった。2010年内前半には巨額の営業損失を出し続けたため、 関心グループが2014年からの2年間で1兆2000億ウォンを支援したが、海運量不況の長期化、公共期に設定した高い汚染量、増加する船舶金融費用などで危機が深刻化した。2016年4月には関心グループの長領公会長が経営権を放棄し、再建団に自立協約を申請していたが、各国の選手からの対応している。 要戦料の支払い要求に対して資金が用意できない状態が続いた。同年夏には取引企業であった韓国産業銀行等が自主債権は困難と判断、資金支援を拒絶した。2016年8月31日、関心海運は日本の会社構成法に相当する法定管理を裁判所に申請して破綻した。これにより不当の相互利用を行っていた。 キーヘアライアンスの川崎汽船、陽明海運、朝栄海運等が影響を受けるほか、関心のコンテナを運んでいた台湾の忍国際も影響を受ける。各国の不当も影響を受け、関心海運の船舶の仮差し押さえや入港拒否が行われている。関心海運が仮受けしていた日本の青海 A3 ターミナルはターミナル作業において今回の影響を受けないと発表している。 貨物についても影響を受ける。韓国国際貨物輸送業者協会によれば、テレビなどの家電等は影響を受けるものの、携帯電話や半導体は空輸されているため影響を受けないとしている。2016年10月4日、関心グループ上会長は、韓国国会の公聴会に出席し、関心会運が破綻した理由を、民間企業である関心会運が政府の支援を受ける。 外国海運会社と競うのは厳しかった。外国海運会社が運賃の引き下げ競争を主導した。と述べている。2017年2月17日、ソウル中央地方裁判所より破産宣告を受けた。日本支店及び大阪支店は破綻後の2016年12月29日に業務終了になり、以後の貨物引き取り問い合わせ先はソウル本社となった。 2017年2月、関心が所有していた一部の船は、同じ韓国のサムラマイダスグループによって設立された新しい船会社、SM ラインに移籍。SM ラインは、同年3月に紅葉と新川のターミナルも買収した。関心海運は、海運と北アメリカの大陸横断鉄道を使って一貫輸送を行う藩人ロジスティクス。 バラ積み貨物船などを扱うケオチョンシッピング。1997年にグループ参加に収めたドイツの海運会社セネターラインズ、および物流情報システム会社サイパーロジェテックなどを子会社としていた。グループ全体でコンテナ船、バラ積み貨物船、タンカーなど200近い貨物船を所有し、コンテナ船事業では日本の川崎汽船、台湾の陽明海運、 中国の中国遠洋運輸集団、台湾の朝栄海運と提携関係を結んでいた。セネターラインズが営業していた時期、関心海運とセネターラインズのコンテナ船部門を統合した、半人セネターは、世界のコンテナ輸送でも10本の指に入る規模を持っていた。関心海運の収入の90%は、韓国国外から上がり、世界に3つの地域本部、200の視点、 30の提携会社などからなるネットワークを築いていた。ロングビーチ、ロッテルダム、東京、高尾、富山などの港湾に専用のコンテナターミナルを所有し、さらに上海、チンタオ、ポート、ケランなどに内陸コンテナターミナルを構え、多くの国に新ターミナルを建設していた。中国には専用の船舶修理工場を2008年に開業させ、 他社の船舶修理も受け入れ新たな収益源としようとしていた。ありがとうございます。